こんにちは、土方隼人です。ついにサブチャンネルを開設しました。メインチャンネルでは土方隼人のビリヤード TV という名前でやっているのですが、このサブチャンネルは土方隼人の遊びビリヤードということで、ビリヤードはもちろん他にもいろんな遊びにも挑戦していきたいなと思っています。メインチャンネルでもビリヤード以外のことも今後やるかもしれないんですが、このサブチャンネルはすごい緩くいろいろ楽しんでいけたらいいかなと思っています。このサブチャンネルではメインチャンネルで流せなかった未公開シーンやビリヤードの練習動画や、海外の方に向けて英語字幕をつけた動画や、ビリヤードチャレンジの NG シーンなど、そしてゆるーくなんとなくやりたくなった時に YouTube ライブをやったり、ビリヤード以外の遊びや僕の好きなことにいろいろ挑戦していきます。動画を通じて皆様と遊んだり、ゆるーく見ていただける動画を頑張って作っていきますので、この土方隼人の遊びビリヤードよろしくお願いします。そして早速、皆様はこの動画の違和感に気づきましたでしょうか。この動画には数々の違和感を仕掛けています。一番簡単なところで言うと、まあ、これちっちゃいかなっていうね、8番、実はちょっとちっちゃいんですよ。そしてなんとなんと、ここにたくさんのボールを並べているんですが、一つだけない数字があります。ビリヤードやる方にはこれが違和感としてわかるかもしれないんですが、この1番を全て取り除いています。これもね、まあ、なんとなくボールを並べたんですが、1番がないなんて普通考えないですよね。またね、本当いろいろ起こるんですけど、こんなところにこんな美味しそうなみかんがあったり、そして1番だと思ったこのボールもみかんだったり、いろんなことがありますね。これも1番っぽいけど、これはあれすでにそうです。そしてここにね、3番の半分が見えてるかなと思ったらアンパンマンだったり、本当にいろんなことがある世の中だなと思います。最後はね、ここに見える灰色のやつもトトロだったりと、いろんな仕掛けが仕掛けられていました。皆様はこの違和感にいくつ気づくことができましたが、こんな感じで緩くやっていきますので、まあ、ふざけた動画が多いわけじゃないんですけど、ゆるくやりますので、これからも遊びリヤードよろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。実はみかんが大好物です。今の時期はね、みかんがいいですよね。ちょっとボールより一回り小さいみかんなんですが、うん、うまい。